はい、コツの大趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回はね、先日ね、ちょっと秋葉原行きまして、ここのショップ行ってきました。はい、じゃん、はい、魂ネーションズ。はい、ここのね、魂ネーションズ東京、はい、あちらの方行きまして、その日発売だった商品を購入してきました。はい、それがこちらです。じゃん、はい、魂ネーションズ東京。はい、ここに書いてあります通り、機動戦士ガンダム逆襲のシャアベルトウォチカチルドレネクスエッジスタイルですね。そちらの、排入ガンダム、東京リミテッドバージョン、こちらを買ってきました。ネクスエッジスタイルはね、排入も出てるんですけど、それの色違いですね。通常版は青なんですけれども、こちらはパープルメタリックみたいな感じですね。しかも箱が超かっこいいっていうね。こうね、魂ネーションのロゴとかもね、散りばめられてて、すっごい色も黒くてね、いい感じに、かっこいい。で、ここに版権シールですね、ホログラム。はい、こちらをね、購入してきました。はい、これはね、普通に行ってもう売り切れちゃってるかなと思って昼過ぎぐらいに行ったんですけど、普通に売ってましたね。売り切れの心配はなかったです。まあ、多分大量に生産してるとは思いますけれどもね。はい、ということでね、ちょっとこちらをね、開封してみたいと思います。はい、ではね、早速ブリスターの状態見ていきましょう。はい、早速ね、箱から出してみました。こちらですね。はい、まずは、本体ですね。本体に、シールド、多分こちらがプロペラントタンクかな。はい、でビームライフルで、手パーツがここにありますけれども、はい、こういう感じですね。はい、でこちらが支柱。はい、でこちらがファンネルですね。はい、フィンファンネルに、こちらがビームサーベル。はい、で、普通に、取扱説明書ですね。はい、はい、こんな感じでね。はい、ではね、早速ね、ちょっと組み立てたいと思います。はい、組み立て終わり。ちょっとね、ポーズもつけさせていただきました。はい、ではね、早速見ていきたいと思います。こちらめっちゃかっこいいすーげーかっこいいわこれ。うわー、かっこよすぎでしょ。いいわ、ハイニューガンダム、めっちゃかっこいいね。素晴らしいよ。いやー、これは素晴らしい。いや、もうね、いろいろね、可動範囲もねあるんで、結構いろんなポーズが取れます。はい、まあね、お好きなポーズで飾るのは、飾ればいいと思いますはい、あとね、ちょっと
まあ、これ、一回ね、回転台座でね、一周回して見ていきたいと思います。この後にもね、ちょっと、当日購入してきたものがあるんでね、それも続けて、紹介していきますんで、まだね、ちょっと、見て待ってください。はい。続いてね、同日に、購入してきたものを紹介したいと思います。ちょっと秋葉原を抜けましてね、横浜行きまして、ヨドバシカメラに寄りました。はい、そこで購入してきたものです。はい、こちら、じゃん、出た RGニューガンダム。はい、こちらプラモデル。いや、これね、本当はね、先週ぐらいに発売してたんですけど、即完売っていうね、恐ろしいほどの人気の機体ですね。はい、さっきのは廃乳ですけど、こちらは劇場版のニューガンダム。はい、これはね、ちょっとね、久しぶりにね、組み立てたかったんですよ、プラモデル。はい、これ、この機体はね、ほんとぜひね、ほんとね、ちょっと力を入れてね、組み立てたいと思うんですよ。はい、まあもう塗装はもちろんのことね、まあいろいろとちょっとね、ほんと時間をかけながらじっくりとね、これは作っていきたいなっていうふうに思ってます。はい、これはね、ほんと箱がでけえのね、箱がね、ね、パーツも多いしね、もうね、すごいのよ。もう細かいね、もうすげえ、これは組み立てるのにすげえ時間がある。大きさは144分の1なんですけどね、多分相当、素組みでも多分相当時間かかるな。はい、めっちゃかっこいいよな、やっぱガンダムの中でね、ニューガンダムが一番俺大好き。うん、ほんとこれはね、めっちゃかっこいいわ。で、同時にね、こちら、ファンネルをね、こう射出してるような状態にできるエフェクトパーツ。こちらもね、8月、今月の発売されたばかり。はい、これのブルーエフェクトのやつですね。はい、
こちらも同時に購入しました。はい、でそれに伴い、アクションベース、はい、こちらもね、買いました。もう完璧ニューガンダムを買うためだけにこんだけ買い揃えちゃいましたね。はい、で、はい、森口博子の、アルバムです。はい、これねすごいんだよな、全部カバー曲なんですけどね、めちゃくちゃいい。まだ聴いてないんですけどね、めちゃくちゃいいって言っても、はい、でも森口博子の曲は本当好きなんですよね。 F91 とゼータガンダムの主題歌歌ってますからね。はい、こちらも購入しました。はい、でね、ちょっとね、本当その日はね過密スケジュールでちょっと映画も見る予定だったんでね、そのまんま映画館行きまして、まあ、ドラゴンクエストユアストーリーっていうのを見ました。はい、まあ、ドラゴンクエスト5をモチーフにした、映画なんですけれどもね、はい、CG 映画、まあ、あれを見終わった後にね、ちょっとあのパンフレットつうかまあ物販コーナーみたいなところに行ったんですけど、まあ、そこでね、いろいろな、まあ、これからの劇場公開作品のね、なんていうんですかね、まあ、多分今出てると思いますけど、それのね1枚もらってきました。はい、それがこれ来ましたね、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ。はい、こちら2020年公開予定です。これめっちゃすっげー早く見たい。ハサウェイ・ノアだからね、ブライト・ノアの息子ハサウェイ・ノアのストーリー。後ろに映ってるガンダムがクスイ・ガンダムかな、ニューガンダムのその後っていう感じですね。はい、革新の呪し、覚悟はあるか、まあ、今だとね、前売り券第2弾ポストカードどれか一種もらえるみたいです。いやこれは多分ニューガンダムのシーンですよね、最後のね。はい、これもねなんか一応噂だと3部作になるっていうような噂を聞いてるんですけどね、いやこれは早く見たい。はい、というね以上の内容でした。はい、こんな感じでね、自分はガンダムも大好きなんでね、まあフィギュアとかその他いろいろ入り次第ね、そちらもご紹介していきたいと思いますんでね、この機会にぜひねチャンネル登録、あとねいいねボタンぜひお願いします。コメントもね受け付けておりますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。